ボストンパブリックガーデンボストンパブリックガーデンはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市の中心部に位置する公園。ボストンコモンの西に隣接している。1837年、事前家ホレス・グレーが全米初の公立植物園としての土地利用を嘆願しパブリックガーデンが創立された。グレーはボストン市議会が多くの土地を売却しようとしていることに抵抗する。 勢力に加担し、1856年最終的にパブリックガーデンはそのまま使用できることになった。1856年4月26日、投票が行われたが、反対票は99票のみであった。19世紀パブリックガーデンのパーゴラ1859年10月、アルダーマン・クレインはコモンパブリックスクエア委員会に、 ガーデン改修計画の詳細を提案し、受け入れられた。すぐに作業が開始され、年内に池の整備が終わり、1862年、連鉄のフェンスが周囲に建てられた。現在、池の北側には小さな島があるが、当初は陸続きの半島であった。市の森林局のジョンガルバンは安全名を考慮して、島を切り離し近づけないようにした。依然塩沼であった。 この24エーカーの敷地は、ジョージ・ミーチャムが設計した。遊歩道や花壇は、市のエンジニアのジェームズ・スレードと森林局のジョン・ガルバンが検討した。この庭園設計には、多くの噴水や像なども含まれていた。1867年11月、北側のビーコン・ストリート近くに一体目の像である、ウィリアム・ウェットモア・ストーリー・サク・エドワード・エバレット像が建てられた。 1869年7月3日、西側にトーマス・ボールサクジョージ・ワシントン像が建てられた。1867年、池の中央に特徴的な吊り橋が架けられた。当初、ボストンコモンと接するチャールズ・ストリート側は最も低い土地であり、もともと塩沼であったこともあり、湿気や周期がきつく近づきにくかったため、 非公式であるがゴミ廃棄場として使用されていた。ガーデンの一部の勾配を変える計画が長らくあったが、9000立方ヤード、重さ1万4000ショートトンの土が必要であり、これを運ぶ費用がかさむため中止になった。1895年夏、トレモント地下鉄トンネル掘作で出た、大量の土を利用できることになり、チャールズストリートのガーデン側、古門側ともに勾配を変えることができた。 ボストン市の市長局及び公演局、そして非営利団体のフレンズ・オブ・ザ・パブリック・ガーデンが合同で管理している。1977年、ボストンランドマーク委員会により、ボストンランドマークに、1987年、アメリカが衆国国定歴史建造物に認定された、ジョン・ピー・ソウル撮影の3次元映像。手前が、メイド・オブ・ザ・ミスト、ビーナス像。 僕がジョージ・ワシントン造庫のボストンパブリックガーデンとボストンコモンを起点としてフレデリック・ロー・ウォルムステッドが設計したエメラルドネックレスと呼ばれる細長い公園が南に伸びている。ボストンパブリックガーデンは1837年にアメリカ史上初の公立植物園として造園された。元は湿地帯であったところに ジョージ V ミーチャムの設計で、広さ9万7千平方メートルに及ぶ動園が建設された。そうした背景から、主としてオープンスペースであるボストンコモンとは、対照的に人工の池を持ち、植林がなされ、市当局等によって植物が保全されているなど、公園として整備されており、四季折々に違った風景を見せる。暖かい時期には、 1> 約1万6000平方メートルの池は白鳥の飛来地となる。1877年により白鳥の模型のついたボートで白鳥を観察することもできることから道園はボストンの観光名所の一つにもなっている。このボートは背後の白鳥の模型にガイドが座り池を一周する。近年飛来している白鳥はコブ白鳥のペアでロミオとジュリエットから ロミオとジュリエットと名付けられているが、どちらもメスであることが確認された。道園は東にチャールズ通り、西にアーリントン通り、南にボイルストン通り、北にビーコン通りと、4本の通りに囲まれた長方形をしている。チャールズ通りは、ボストンコモンとの境界線になっている。また、ビーコン通りを隔てた北側は丘になっており、ビーコンヒルの街並みが広がっている。 エメラルドネックレスとつながる波軌道はパブリックガーデン西のコモンウェルスアベニューからバックベイフェンズ及びマディ川に向かう。ボストンパブリックガーデンへはマサチューセッツ湾交通局が運営する地下鉄のグリーンラインやレッドラインの3駅が利用でき交通に主便である。グリーンラインではアーリントン駅かボイルストン駅がレッドラインでは パークストリート駅がそれぞれ最寄り駅となる。チャールズ通りの地下には公営駐車場がある。園内には様々な種類のバラ、球根類、低木などが植えられている。春から初秋にかけて中央の歩道沿いの花壇に季節ごとの花が植え替えられる。フランクリンパークに主が管理する14の温室があり、この花壇のための植物が栽培されている。 パブリックガーデンにはこの地域自生の、あるいは外来の様々な種類の植物が植えられている。池の周りにはしだれやなぎ、UFO 道沿いにはトチの木、メタセコイア、ヨーロッパブナ、イチョウ、一本のセコイアと共にヨーロッパ及びアメリカのニレが植えられている。他の主な樹木を一家に示す、園内にはジョージ・ワシントン像をはじめとした数多くの銅像が立っている。 ジョージ・ワシントン・ゾー・ガーデンは、ボストン市により管理されており、2005年の管理費は120万ドルであった。市は、ローズブリッジとして知られるチャリティ組織、フレンズ・オブ・ザ・パブリック・ガーデンからの援助を受けている。2006年、このチャリティは、エーテル記念碑の修理に役立てられたほか、樹木の補修に、専門家を雇う手助けとなっている。また定期的にボランティアが、選定などを行っている。 他にビーコンヒルガーデンクラブなどの民間団体からの資金援助も受けている。ありがとうございます。